とらわれすぎず、自由に自分たちのペースでチームを作り上げてきました。少人数ではありますが、こだわり抜いた演舞作品あの男を独特な世界観で表現させていただきますとのことです。それではどうぞ。会場にお越しの皆様、はじめまして。我々滋賀京都を中心に活動しておりますジンと申します。この恋屋祭りにて演舞作品あの男を初披露させていただきます。太宰治人間失格の世界観を我々人らしく全力で表現いたします。人で亡くなったあの男の最後にご注目ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。恥の多い生涯を送ってきました。
とうございました。大人の雰囲気漂う引き込まれる演舞でしたね。